では皆様おはようございます、本日官邸で閣議および閣僚懇談会がございました。本日の閣議におきまして、平成26年度特別交付税の12月交付について報告をいたしました。その内容ですが、12月交付額は今年度の特別交付税総額1兆131億円のうち2842億円となるものであるということで、この決定にあたりまして、8月豪雨などの災害対策をはじめ、公立病院等における医療提供体制の確保のための財政需要のほか、普通交付税の算定によって補足しがたい特別の財政需要について算定をいたしました。それらを私の方から発言したところであります。私からは以上でございます。幹事社の産経新聞の山沢と申します。よろしくお願いします。幹事社から質問させていただきます。総務省のテレワーク Wi-Fi 活用研究会でですね、先週中間取りまとめ案が出されました。はい、ふるさとテレワークを移住促進や地方創生のエンジンにしようという方策が示されていますけれども、一方で問題点も多く指摘されております。今回の議論を踏まえてですね、今後の最終取りまとめに向けた重点課題をどのように捉えていらっしゃるか、またテレワークの普及率まだ1割にも満たない状態ですけれども、今回の施策でですね、どのような目標を考えていらっしゃるかというのを お聞かせください。はい、ご指摘の通り、12月4日に開催されました研究会で中間取りまとめ案が示されました。でこの中で大都市から地方への、人と仕事の動きを伴う、ふるさとテレワークの、提言を受けました。でふるさとテレワークといいますのは、従来のテレワークはですね、週1、2日こう限られた人が限られた期間のみ、行うという割と限定的な利用でございましたけれども、いつもの仕事がこうどこでもできて、東京の仕事を、そのまま地方で続けられるという、テレワーク本来の特性を最大限、引き出すものでございます。ですから地方への人の誘致という、パラダイムシフトを実現して、地方創生のこう先行的、実施という観点からも非常に重要なものであると考えております。でこのふるさとテレワークの推進に関しまして、提言においては、一つは地方の実情や企業のニーズに応じたモデル実証で、2つは、テレワークに関する企業や働く方の意識改革で、3つはふるさとテレワークによる人の移住の数量化の必要性、などが指摘されたところであります。で総務省といたしましては、このふるさとテレワークの提言に関するご指摘を踏まえて、で今後モデル実証の詳細ですとか、あと波及効果の検証など、ふるさとテレワークの実現に向けて議論をしっかり進めてまいります。質問ありますでしょうか。日本テレビ氷室でございます。はい、選挙戦、ど真ん中ということだと思いますけれども、他方で、事前の予測では自民党、結構な議席が取れそうだというような報道もあります。そういう手応えみたいなものっていうものを選挙戦の中で何か感じ取っていらっしゃるかどうか、あるいはその有権者の反応っていうのはどういうふうにご覧になっているか、ちょっとお聞かせいただければと存じます。序盤に自公でかなりの議席数を、取れるような報道がございました。で、それによって、かなり、空気が変わってきたと、自民党にとってはなかなかしんどい状況になっているなというのは、中盤になって感じております。私自身も愛知ですとか岐阜ですとか、千葉、埼玉、本日は東京に入りますけれども、予想の選挙区にこう出かけてまいりましても、やはりそれぞれの候補者は相当危機感を持ってやっておりますし、私自身も限られた時間ですけれども、自分の選挙区に入って、決して楽な選挙ではないなと
思っております。相当やっぱり厳しい状況の中で戦わせていただいております。もう一つお尋ねしますが、はい、昨日期日前投票の中間、取りまとめの数字が出まして、2年前の選挙に比べますと若干ながら増えているようでございます。まあ、全体的に近年は低投票率が問題視されておりますけれども、まあ、昨日の数字なんかもご覧になってですね、何か期待みたいなものがあればお聞かせください。まあ、今回 の、 選挙戦で期日、選挙期日7日前までの、数字ですが、期日前投票された方が約270万人となっております。ですから前回平成24年の、同じ時点に比べますと約14万5千人、の増加ということで、まあ、5.7% 増となっております。で、期日前投票につきましては平成16年 の、 参議院選挙で の、 制度導入をいたしまして以来ですね、やはりこの投票しやすい環境を整えるという、まあ、制度の趣旨でございますが、これが有権者の皆様にもかなり広く、まあ、浸透してきた。で、ご活用をしっかりといただいていると、まあ、そういうことだと考えております。ありますでしょうか。よろしいですか。すいません、ちょっと幹事社からもう一問お願いしたいんですけども、はい、大雪被害でですね、四国とかでその停電によってその IP 電話がですね、不通になったりというようなことがですね、孤立状態の地域で起きてるんですけども、まあ、光サービスが進んでいくとこの IP 電話にどんどん置き換わっていってですね、それ災害対策という面ではデメリットもあるかと思うんですけども、総務省として何か、どういうふうに捉えてらっしゃるかお聞かせください。そうですね、まずやっぱり災害によって大停電が起きてしまうと、まあ、当初最初中国電力管内で、まあ、最初に私が報告を受けた時点で1万3000件以上が、まあ、停電になったと承知しております。まあ、特に徳島県、東三好町ですか、IP 電話、まあ、つながらないと、まあ、いうことで、まあ、これはやっぱり自宅内の IP ルーター機器などにですね、あと電話機に電源が供給されないと作動しませんから、まあ、やはり、電源が復旧するまでは通話できない、まあ、これは事実であると思います。で、まあ、そういう場合に今回は例えば NTT さんがですね、衛星電話、まあ、こういったものを貸し出されたりしてますけれども、まあ、総務省でも自治体からご要請がありましたら、この携帯の衛星電話の貸し出しをしましたり、あと移動電源車、まあ、この配備もできますので、まあ、ぜひ本当にお困りの場合にご活用いただけたらと思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でございました。